モンマスのプライオリストリートから見た上流物川はイングランドのヘレフォードシャー南西部とウェールズのモンマスシャー東部を流れる川。源流からモンマスでワイカワに合流するまでの短い流路のほとんどはイングランドとウェールズの国境となっている。ワイカワもモンマスからチェップストでセバーン川に入るまでの半分はイングランドを流れる。モンマスでは モノオバシという中世の個性的な橋が架かっている。遊歩道のモノオバレー多くが川に沿って伸びている。モノウカワの源流は、ウェールズのブラック山地のふもとにある、区分ヒル城のクラスウォール近くにある。川は南に流れ、支流のエスクリーブルック川及びオルチョンブルック川と、クロードックの近くで合流し、さらにブラック山地のウェールズ川を源流とするアボン、ホンジ川とパンディの近くで合流する。 ついで川はわずかに東へ向きを変え、また南へ流れる。そして、モンマスで、トロシー川と共に、ワイカーに合流する。モノウカーの全長は4 2トルになる。かつて川のポントリラスからスケンフリスの間にかけては、ブラウントラウトの豊かな生息数で知られ、記録的な漁獲港を誇った。漁獲量は20世紀の間、特に1960年代にかなり減少したが、 近年は劇的に回復し、モノウカはイングランドとエールズで最も天然トラウト漁が盛んな地域に再びなっている。また現在は川姫マス漁でも知られている。最近モンマスで漁道が開かれ、以前は石で訴状を阻まれていた海遊魚も行き来できるようになった。これにより、サケやシートラウトが中水地域の大部分へ到達できるようになり、 2008年の秋には、ケントチャーチの席で、久しくなかった鮭の跳躍が見られた。モノを漁業組合は、収水地域全般にわたり、生息環境を改善し、安全に捕らえた魚の大部分を川に戻す、よう、釣り人たちに促すことによって、漁獲口の改善に大きく貢献している。ありがとうございます。